仕事でのアイデア出し、家族へのメモ、子供のお絵描き。コロナ禍における働き方や家での過ごし方の変化の中で、各場面を見直す機会が増えている。そのような中、コクヨは、自宅でも仕事場でもより気軽に書、描、ける紙製のホワイトボード、パピエボードを本日発売した、パピエボードは、お気に入りの色を選んで、ポスターのように貼ったり、クリップで留めたり、カットしたり、空間や暮らしのシーンに合わせて自由に使える紙製のホワイトボード。紙の専門商社、武雄と美山との共同開発により実現した。書いて、消してを繰り返しできることはもちろん、インテリアや気分に合わせて色を選んだり、貼る、とどめる、カットするなど紙ならではの多様な使い方が可能となったホワイトボードだ。蛍光で発色の良いアストロブライトや、砂の模様が施された OK サンドカラーなど、5種類、全20色と豊富なバリエーションが用意され、インテリアコーディネートも楽しくなる仕様だ。初回商品ラインナップとして、ちょっとしたメモ書きに最適なポストカードサイズ5種 ×4 色の20枚セット、税込み価格1200円、デスク上の仕事や冷蔵庫に貼るのに適した A4 サイズ2色セット、税込み価格1200円、ポスターのように壁に貼れ、少人数でのシェアにぴったりの A3 サイズ2色セット、税込み価格1800円、大人数でのシェアに最適な B2 サイズ1枚、税込み価格1800円の4サイズから選べる。